頬を撫でる風の匂いが変わってきました。夏が終わりそうです。子供たちはこの日を楽しみにしていました。群馬クレインサンダーズの菅原選手とマリオ選手に会えるから。サンダーズの選手は子供たちのヒーローです。僕のドリブルを見てもらいたい。一人の男の子はこう答えていました。遠くからのシュートを教わりたいです。もともとサンダーズが大好きで、いつもファンクラブとか行って試合も見てるので、今日はサンダーズの選手と一緒にプレーをしたいなって思いました。菅原照選手は岩手県出身。名門の筑波大では大学ナンバーワンポイントガードと呼ばれ、類まれなる技術と嗅覚でチームの司令塔として活躍。2021年に群馬クレインサンダーズで契約しました。交流会の中で子どもたちから質問が飛び出しました。シュートのコツ、シュートのコツか。でも僕も最近ちょっとシュートを改善してるんだけど、スタンスをみんななんか結構スタンス狭く打っちゃうかもしれないんだけど、結構スタンス取ってこのボールもらう時もこの上下の浮き沈みをなくす、こうもらってこう打つんじゃなくて、もうこの状態でもらってこのまま打つ。菅原選手の言葉に子供たちは驚いていました。決して自分たちを子供扱いしない、一人のバスケット選手として真剣に向き合ってくれる。ドライブの速さのコツ、OK、ドライブの速さのコツ今出ました。で僕も最初こうドライブするときに足めっちゃ下げてこうドライブしてたんだけど、そうじゃなくてこうスタンス取ってこの前足に体を寄せるというか、お尻ね、この前足のお尻に力入れて蹴る。俺前までこの足、後ろの足でこう蹴ってたんだけど、それを前のお尻で支える感じ。これ結構僕も最近気づいたんですけど。菅原選手は自分が長年かかって習得したプロの技術を惜しげもなく子供たちに伝えていました。彼は子供たちを群馬クレインサンダーズのチームの一員だと考えています。僕が小学生の頃も中学生の頃もなかなかそのプロ選手とその交流することっていうのはあんまなかったんで、まあ、こういう機会は本当に貴重だし、何か伝えれることがあれば僕も伝えていきたいなと思って、その群馬クレインサンダーズの徐々にそのファンの数も増えてきてて、まあチームとファンがいてこそのチームだと思うので、まあもっとそのファンの人も増えてって、その一つのチームとして戦っていけたらいいかなと思ってます。そうですね、ありがたいですね。でもなかなかこういう機会もではないと思うので、来ていただいて教わるっていうのは本当に子どもたちにとって価値のある経験に。菅原照選手、物静かですが心の奥に火傷するほど熱い思いを秘めていました。